皆さんおめでとうございます。妙高220ポンド、体重100キロの松原妙高です。今日はですね、うちの近所の神社からスタートしております。いつもこんな風景を見ながら堤防に登る道路へですね上がっております。これを撮影したのはですね今日の10時半頃なんですけれども、まだ、未だにですね、未だにというのはもう夜9時もあってですね、アップできていないという状況です。元旦からですね息子の手伝いで、お店、息子がやってるお店の方に入りまして、暇だろう、雪があってね暇だろうと思ってましたらね、忙しくて、これがまた忙しくて、もう本当にね疲れて帰ってきて、で年賀状もですねもう来た人だけに出そうというような、堕落したですね考えで、その年賀状を吸ってですね、まあ吸ってというかその帰りの車の中でですね、なんていうんですか、年賀状をこの iPhone でですね作って、なんて言いますか、帰ってから届いてる年賀状を確認して、やっと先ほどですね書き上げました。で順番にですね、あ、そりゃまだ今日も動画アップしてないというようなことで、まあこうやってもう食事してかなり酔っ払ってるんですけれども、アップしてるというかお話してるような状況です。まあなんでねこんだけ酔っ払ってるかって言いますと、次男坊がですね今まで長いことお付き合いをしていた私のお気に入りの彼女と別れたということで、いろいろその辺の話をねしてまして、ついついこんな時間になってしまったということです。本当にね私のお気に入りだったわけで、途中家族からそのこと結婚するのはお父さんじゃない、つまり私じゃないということを言われながらも、クソバカ野郎と思いながら話